これでいこう、これでいきましょう。さあ、五条芸の戦いの義軍ですね。いやもう疲れ果ててるんですけど、いや味方が死ぬんですよ。でもう一回式ガチャやり直して、ですね、馬体の式と王兵の式と超欲の式を6にしてます。馬体の式はね、なんで6かというとね、まあ、この巨女たちの救出一番最後にするんですよ。耐えてもらうために馬体の式は6にして、で王兵はね、やっぱね6じゃないとね、長江が耐えないですね。王兵と観光どっちも式7だと長江がねもう悲惨な目にあって、救出がもうほんと厳しくなるので、王兵の式は6にして、あと超欲ですね。超欲はですね、孫霊ですね。孫で一回救出するんですけど、義援と誰だっけ、長江か、倒して救出するんですけど、こいつまた突っ込んで敗走するんで、超欲の式を6にしてます。もう疲れてます。結構味方やられますね。で武器はですね、第5武器です。これでやってます、これでやってました。これで頑張りましょう。まあ、防御力上がっちゃうんですけど、まあ、弓防御力とかね、あと体力ゲージテキロがついてるから、まあ、攻撃力28もすごいですけどね。負荷はね優秀なんで、防御力以外は優秀なので、まあ、バランス取れてます。これアイテムもこれでいいかな。手に元の火力が高いので強いきなくてもね、まあ、十分な火力は出せてるし、で敵武将に対して新乱舞を決めていく感じですね。新乱舞強いので手に、これでやっていきましょう。軍団敵拠点を制圧しつつ包囲を狭めよ。敵の策にはまらぬよう慎重に攻めるのだ。さあさあさあやっていきましょうか。まずは涼花ですね。このまま涼花張飛を倒していきましょうか。この辺ちょっと敵が多いんで、無双乱舞で涼花を離したいところ。気を引き締めなさい。ガードされたんじゃないこれ。はい、当たった当たった。ケインはね、あの新乱舞めっちゃ強いんで、これ主力ですね。いや後ろの支援隊厄介だな。立ち回り N5 止めなんですけど、受け身取られるとね背後取りにくいんですよね。背後取れればいいんですけど、なかなか手強い。気を引き締めてかかれ。オッケー。まあ素の攻撃力も高いので、まあ、攻撃なくてもね別になんともないとは思うんだけど、火力分は気を引き締めなさい。問題ね、新規と長江なんだよね。かかってきやがれ。涼花、張飛、義援、長江を倒してる間で、いやここ戦いにくいな。ここ戦いにくいわ。いけ。痛い。コンボ繋がってたか。武装ランブで。いやここ戦いづらいわ。やっぱ落ちるよね。落としたいね、張飛を。オッケー。ここで戦おう。もう出し切っちゃおう。出し切って瀕死にしたいけど、よし。いや今んとこ順調です。ちなみにこのステージもう10回ぐらいやり直してますね。あの1回ねクリアしたんですけど、悲惨なことになっちゃってね、あのマイクがね、いや入ってたんですけど、なんかバグってね、なんかプツプツ音みたいななんかなっちゃって、ノイズ音かな、
やり直してますね。せっかくクリアしたのに、40分ぐらいかけてクリアしたのに、ボツです、ボツ。最悪ですよ。ソンレイがこぶったんだけど、こぶってほしいのはやはり、やっぱりね、新規と長江なんですよ。あの二人本当にやられやすいので、本当はね、先に救いたいですけど、先に救うとソンレイがやられてしまうので、ソンレイは絶対救わないといけないですね。で、ギエンは崖下に誘導して、崖上にね、弓がいるので、下で戦うのがいいですね。逆転してる。困り。いや、たまにね、ここら辺でね、もうこれまでかとか言うからね。それなっちゃったらもうやり直しだよ。あ、これ苦しい。いや、ヒゲ親父マジ邪魔。怠慢にしたいんですよね。ケイね、集団戦不得意なんですよね。怠慢だと結構強いんですけど。足が遅いのね、テイね。スーのテイ、これは。いって熱を溜めるか。それか、ギエンを弓で倒すか。大丈夫、回復できない。いや、ちょっと手こずっちゃったけど、まあまあ、無事としよう。死、我死ぬのか。次が一番の難所ですね。長鵬、長鵬が一番撃破するのが難しいと思うんですよ。弓が多すぎるんですよね。こことんでもない数の弓がいる。でも今回ここにいない。それでかい。狙っていこう。狙ってくんだよお前。弓狙うなよ。無理じゃないからね今のうちね。双方のタイマーを狙っていこうか。邪魔すんな邪魔すんな。死にたい。いやー、これ拾えないね。いやー、オートロックこっちじゃないんだよね。あー、難しい。拾えない。いや、狙ってる。俺を狙ってるか俺。いや、ほんま、やばい。ボンミスがやばい。こういうね、ところのミスがね、後々響いてくるんだよね。味方が来るまで耐えるのです。一丁上がりだぜ。見てあれ、来た来た来た。でかいでかいでかい。おう、邪魔すんなお前。馬乗らせろ。うるさいうるさい。馬乗らせろ。ははは。ちょ、一回ちょ、お前ら黙れ黙れ。ちょ、一回攻撃すんな。マジで攻撃すんな。本当に落ち着け。おい、本当に落ち着いてくれよマジで。どうか。いや、マジでね、三国無双4やった後2やったらもうやばいっすよ。ほう優しいんすよ。聞いて軍を整えよ。ちゃんとね、馬乗らしてくれるんで。馬乗るときね、敵兵待ってくれるから。あれマジで優しい。ということで、新規こぶったんで、これ長江かな。見ろ、遠くから来やがった。見られたからには死んでもらう。長江がね、王兵か漢江どちらかとか死対決しそうなんですよね。やばいっすねあれ。で、新規戦ってないっすね。新規これ戦ってないの最高なんですよ。うわー、士気下がったか。いや、長江怪しいっすねこれ。あのね、玄関を倒した方が
多分抽出スピードは上がるんですよ。ゲンガン倒すだけで、まあ、新規救えるのはいいんですけど、長虹を救うにはね、長虹と長虹じゃない誰だっけ、あれ王兵か、王兵と漢虹を倒さないといけないんだよね。ちょっとね、ここ絶対馬から落とされる、マジでね、馬から落ちないでここ突破したことがない、10回ぐらい やってるけどね、絶対ここで落とされる。こんなこれチンタラ歩いとったらね、マジ間に合わないからね、弓でめった打ちだからね。まあ、それでも変異弓防御力高いんだけどさ、ほんとこれで弓防御力低かったらマジブチ切れレベルだわ、ほんとに。深追いなど無用です、味方を待ちましょう。こいつうざい。あー、俺の足の遅さをもうね狙ってるもんな、こいつら。いや、もうよくもやってくれたな、お前ら。お前らも火だるまにしてくれるじゃん。うわっ、マジ強いな、ザコはやばいわ、ザコじゃねえもん。瀕死に追い込みたいけど、これ厳しいな。そこまで来ているぞ。長虹のところ大変だよな、これ。これ瀕死になるかな。これ狙える。オッケー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 。いや、これいいよ。これ十分だから。十分な戦果。やばいやばいやばい。あ、ちょ、あかん。逃げろ。戦意、お前の素早さを見せるところだ。前でした、当たんねー。これまでか、新規これまでって言ったらいかないと。いや、すごいすごいすごい、一回こぶっただけでやばいな、新規の耐久力。友軍と合流いたしましょう。いや、いつもね、長虹を倒した後に新規行ってたんですけど、もうその時点でね、体力半分になったりとかしてるんですよね。頼む、店員、後ろをカバーするんだ。素晴らしいね。通常攻撃、マジで優秀。移動速度よ、問題は。移動速度が完全に終わってるけど。遅れてはなりません。やばいやばい、今回マジ最高、新規最高だわ。いや、こんなにね耐久する新規初めて見た。ということでゲンガン倒しに行きましょうか。いや、今回素晴らしいですよ。確かに味方の士気は低いんですけど、味方結構体力あるので、親衛隊を見るね、長虹で、新規も多分まだ親衛隊がいるんだよね。いや、こいつらね、本陣に突っ込むので諸葛亮の軍団とも戦うんですよ。だからやっぱ体力は残しとかないといけないんですよね。おーかんですか。ええ、え、ちょ、巨長、これまでなのですか。巨長、何言ってんの。今だ、一斉攻撃。待って、巨長がね観念するって言ったの初めて聞いた。待って、なんでこういう時に限って巨長お前そんなに苦戦してんだよ。味方行ってやんねえかな、あれ。芝生の軍団とか手伝ってやれないかな。あいつ、こいつ逃げようとしてる。うわ、当たらんかった、最悪最悪。逃げるな逃げるな。
少し無双を貯めて、あ、まずいわ。ここで逃したのやっちゃったな。だいぶやっちゃってる。うわ、時間無駄にしてるな。倒しきれる。馬乗らせる、馬乗らせる。こいつ絶対馬乗らせない。こいつ我らも遅れを取ってはなりません。ちょっと待って、巨長行こう。巨長多分脅威の軍団なんだよな。あれ援軍来ねえかな、マジで。早く早急来てほしいですね。やばいやばい、巨長逃げてる、巨長逃げてる。うわ、巨長やられることあるの？初めてだぞ、巨長がこんなピンチになったの。え、味方頑張れ、味方手伝いに行け、巨長。怖いの。いや、お前ら待て待て待て。いや、まだ体力回復できる余裕があるならワンチャンあるけど。誰だこれ。王兵じゃん。じゃあ大丈夫か。死にたいいるじゃん。なんだよ、焦らせんなよお前。いやいや、逆によかったわ。じゃあバタイ倒すかな。どうしようかな。え、ここにシバショウと戦ってる軍団がおそらくバタイなんですよね。いや、だから、いや、バタイ行った方がいいよね。これバタイでしょ。そうだよね。シバショウと巨長が合流するはずなんだわ。ここアドリブだね、だいぶ。ここ待とうか。バタイもね、崖下で戦いましょう。もうこのステージね、4日ぐらいやってるんですよね。これで一気に攻めかす。結構やばいやり直しの仕方してるんですよね。もう30分ぐらいかけてさ、やって新規やられたりとかするんで、今回はね、結構味方がね、体力残ってる状態で本陣向かってくれるからいいんだけど、誰か瀕死の状態でね、本陣向かったりするとゴール近くでやられるっていうのがようあるんですよね。ゴール近くっていうか、あの勝ち寸前のところで、そういうのが本当によくあるんですよ。これ拾えないね。よし、いける。オッケーオッケー。で、これで巨長たちは大丈夫かな、一時的に。で、しばしばの士気も上がるだろう。ここから脅威ですね。次は脅威は倒さないとやばいです。巨長たちが死にます。これ誰だ。こいつあれだな。待って待って待って。そんでこれで4か。いや、そんでたちはね、マジで早急がね、助けにやってくれないとやばい。ただね、長くは持たないのかな。いや、持つか、持っちゃ、持つっちゃ持つんですけど、危ない時はある。親衛隊誰かいなかったりとかしてますね。早急の配下の神秘とか、核とか。10分ぐらいはね、持つっちゃ持つんですよね。だからその間に、やっぱ士気下がるんですよ。だから5の状態になっちゃうので、士気負けてるんですよ、ね。今日、白役と申す。お相手願う。
揮が負けてる状態なんですよ。だからどっかでね宝章とかも倒して早急な指揮とか上がってくれれば毒を維持することできるので、それだけでねやっぱ生存率ずっと上がるんで、コブ結構重要なんですよねこのステージ。コブとまあ森林も大事ですけどね。振り向き早っ。天意ね、これ正面コンボ繋がんないんだよね。難しいんだわ正面コンボが。天意の超シビア。よし、オッケー。この時にこぶってくれれば最高なんだが、あー、こぶらない。新兵隊2人いるな。無双ランブ、無双ランブ。OKOKOK。 いやー、しまった。弓の音すんな、弓の音聞こえるな今。これ当たるかな。ちょっと待って、ステルスになって見失った。ずるい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 。ステルス化は卑怯マジで。それに関しては俺どうしようもできん。待って、めっちゃ弓飛んでこなかった今。いるね、やっぱいるわ。少々許してくだされ。おいらたちも負けてらんねえぞ。今ソンレイが後ろにいるっていうのはいいんですけど、いや怖いのがやっぱ神秘と核なんですよね。その2人どちらか突っ込んでたりしたらやられる可能性は十分にあるので。ただここにね貢献がいるんですよ。で、まあ、今回コブ太鼓持ってきてるので、ここで初夏するような式をね僕にしたいんですよね。よくにしておかないと、まあ、神秘とか巨匠とか危ないのがね。言うて親衛隊一人しかいないので、早くね、満潮たちが来てくれればいいんですけど。引いて軍を整えよ。万長の援軍がね来ればもう一回全体の士気が上がるので。マジか。死にたいなんでね、倒そう。教育欲しいっすね、こういうとこは。ほんとザコ狩りはほんと教育が欲しい。火力が足りねえ。誰か斧落とさねえかな。早急こぶる、早急早急来い。いやー来ない。苦戦。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。大変ですねこれマジで。2の敵硬い。ほんとこれ脅威の敵なんで、まあ無視で
マジで鬱陶しいこいつら。そろそろ下がっていいと思うけどな。まだ怖いんだよね。7はマジで怖いんだわ。下がっていい頃合いだと思うけどな。そろそろ20人ぐらい倒すからさ。こいつ倒して下がって、下がらん。こいつかな。下がった。このままではいかん。あれ、俺馬乗ってたっけ。馬乗ってないね。これで行かないといけないの、マジで辛い。君回復持ってない？素晴らしい。行くぞ。神秘たちが怖いんで、あの超欲のところに武将がいたらやばいっすね。最悪だよ。せっかくね、神器がこぶって頑張ってくれたんだけどな。これでやられたら最悪だよ。え、誰かいるね。誰か逃げとるな。マジで武将じゃないこと祈る。え、武将じゃね。いや、もうバッカ。いや、まあ体力まだあるからいいわ。虫の息とかあったら最悪だったけど。マジで突っ込んでんじゃん、怖っ。なめろよ、協力して突き進めよ。マジで敵中突破してるもんな、あいつは。なんだこの松明。番長のエンジン遅いっすよね。全然来ないんですよね。まあ、これでとりあえず神秘大丈夫。これで早急の士気上がって6かな。状況どんな感じ。まあ徐行はね、まあ、士気低いんだけど、こいつ拠点と戦ってるからね、そこまで被害被ってないでしょ。まあ、巨長5か。長行5。神器2回も被ったけど、4なんだね。5まで下げるか。なあ、ね、5まで下げよっか。ただ弓飛んできてるんですよね、あの矢倉から。であとこいつらがね、回復持ちじゃないっていうのかな。このヒゲ王子を優先的に倒して炎だったらいいんだけど、マジで強すぎる。男性苦手だな、ほんと。三国無双2ね、チャージが弱いんだよね、これね。このゲームチャージの火力が上がれるのは三国無双3からだからか。あんまり使えないんだよね、チャージ攻撃っていうのが。チャージ4ね、こう範囲広くてね、これ優秀なんですけど、火力低いから旨味がないんですよ。別にではありませんか。もし当分このステージのこの BGM 聞きたくないんだよね。めちゃめちゃ聞いてるもん、この BGM。 でね、これね、弓いるんですよ。おお、そう、狙わ、待ち構えてるもん。ちょ、こいつに、こいつだけは何としても倒したいところ。落ち着け、いった。カーブだったら死んでたわ。しばしは全然大丈夫だな。お前狙われてるぞ、お前。一旦逃げよう。一旦ね、上に回復あるからさ、これ。
うつ、土兵長倒してるから一部隊は消えるね。ちょっとマジで番長早く来いよ。前提の士気上げないとな、ヒゲ親。間違えたんだよな俺、 G 入れんの忘れとったんだよな。これだろう、こいつも倒しちゃおう。暗黒武装1の転移は本当に強かったな。やっぱ移動速度って大事ですね。弱体化されたのでも移動速度と範囲かな、範囲もちょっと狭くなった気がするんですよね。今真空糸つけてこれなんですよね。移動速度大事ですね。足の速い転移使ってたらめっちゃ楽しかったんだわ。転移の性能をやっぱ生かすんだったらあれか、良質第三武器で攻撃攻撃範囲移動速度がついてるやつとか、そこが強いんだろうね。でこれ来ましたね、援軍。これでまた全体の士気上がるので、義軍はね職軍と違ってね序盤がきついんだよね。序盤で味方の体力が減りすぎると終盤で諸葛亮の兵にやられて悲惨なことになるのが義軍なんですよね。職軍はね序盤わりかし有利ではないけど士気高いので、いやまあ義軍に比べたらやりやすいのかもしれない。俺義軍の方が苦手ですね、正観は。マジここのね、あのこの BGM のこのサビの部分のね、ここのところマジ仕事中ね、マジこの BGM 頭から離れねえんだわ。ここのところ、ここのところマジで脳内再生されてて、いやようやく終わるよ。今回マジでうまくいったと思う。何じゃ、わしを年寄り呼ばわりする者は。今回最高でしたね。10回やって初めて新規が2回も、いや新規こぶったのまず初めてですから。これもねちょっとね四角のタイミングが早すぎるとねコンボつながって無双ラウンドが反撃しちゃうので、ひぐいち一丁上がりだぜ。もう十分生きたわ。待って、弓いるな。こいつは絶対倒す。鬼みたいな軽くしてんの。いやーこれね、三国武装2のさチャージ力が上がるっていうアイテムもさ、あれ効果あるのかな。全然なんか微妙なんですよね。これな微妙ですよね。本当敵を飛ばして人間爆弾にしてちょっとダメージ与えるのがいいかもしれないですけど、我が軍の強さ見せつけよ。いいよ芝居頑張って。右下は大丈夫ですね、芝居の兵が助けてくれてるね。まあいやでもあれか、上も大丈夫か。申し訳ございません。上も多分芝居の兵全部来てるから。肉まんも伝わそう。オリアーじゃねえんだよなこいつ。こいつかな。あ、いた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 。こいつこいつこいつ。でもね、転移ね、言うほど弱くないですね。欠点がやっぱ移動速度の遅さ。まあ、ここさえまあ慣れてしまえば、まあ、
全然戦えんことないですね。それであの宿友とかあの聴覚とか諸葛亮に比べたらもうね、あんまり強いっすね。あー、やっとあの呪いの BGM から解放された。この BGM 最高。当分五条弦やりたくない、マジで。他は新鋭隊長の体力長すぎだろ。ここ犬いたっけ、いないよね。この諸葛孔明、知略のみではありませんよ。あ、そっか、芝居の配下に長領いるもんな。あれ、なんで長領と思ったら、そうだそうだ、長領いるんだ、フリーモードだと。やばい。カウンター食らうのよ。やっぱ3でね、やっぱチャージ攻撃力が上がったのはでかいですよね。あれでね、チャージをね、主に主力として戦えるようになったんで、2はほんと通常攻撃で立ち回るような感じですもんね。いや、これいったわ。まあ、多分マイクの音もちゃんとしっかりしてるはずだから、これで終わったわ。やっと終わった。4日かかった。防御力上がってるとね、ちょっと生還もちょっと難しいっすね、ここ。ちょっとじゃない。普通に難しい。特にこの二人が本当に敗走しますね。OK。三個の礼にお答えできず、道半ばで行くことをお許しください。いやー、ということで五条弦の戦い、義軍を、まあ、味方全員生還の敵武将全撃破ですね。今回初めてね、まあ、防御力付加された武器で挑んだんですけど、難しいですね。まあ、強域使ってなかったから火力もちょっと足りなかったのかもしれないですけど、どうですかね、強域使ってうまく立ち回ればね、うまく生還できるかもしれないですけど、ちょっと運がありますね、これ。新規と長江は特に運ですね。長江がね、やっぱ王兵とか観光とか死体化してしまったらもうやられてしまうし、新規も同じですね。途中で玄関と対決してたらもう瀕死になってるとかも普通にありますね。ひどい時なんで、義援と戦ってる時にもうこれまでかと言ってやられる時もあるんで、ちょっと運要素がありますね、ここは。良質第三武器来ねえかな。経緯の良質第三武器欲しくなりますね、これ。俊敏な経緯だったらね、一度ような立ち回りができたかもしれないね、三国無双1みたいに。ということで、ご視聴ありがとうございました。